どうも、PDR さんです。今月の頭にサンリオが、インジョー。何したのキティちゃんの誕生日は11月1日なんですけど、今年でなんとキティちゃんは50歳。おぉ<ー>それを記念してサンリオは、うん、キティ、ミミ、ダニエルの声優さんを解雇して、キティちゃんの公式 YouTube チャンネルの動画を400本以上削除。はっ しかもみんなが声優交代のニュースを知ったのはサンリオ公式からではなく、林原めぐみさんの公式ブログから。ハローキティ50周年おめでとう卒業。最初サンリオからほぼ決定事項として一枚のお手紙でお知らせをいただき、あまりに突然のことに何事と正直戸惑いました。サンリオ、キティちゃんに解雇通知を送り上がった。が<ッ>、あっ ちゃんとした理由があるのか。今後より、グローバルに。もう十分世界的に認知されてると思うけどね。より、ファミリー層から Z 世代へ。この前、ピューロランド行った時は、ファミリー層 Z 世代ガチ勢しかいなかったけどな。より、AI や未来のあり方を大切に。AI ってコスト削減したいだけだろキティの仲良く、仲良く、の精神をより広く、 大きな世界へ伝えるために。なんか本当の理由を綺麗事の中に隠してる感が半端ないんですけど。そしてサンリオは、ハローキティ、お祝い大作戦。11月1日は誰のバースデーで、ファンをさらに激怒させた。11月1日、お誕生日なのは誰だーれだキティだろ。お耳のリボンがチャームポイント。あんなに優しい奴いないぞ。Happy birthday! ーーミミ そっか、双子だから誕生日一緒だよね。みんなありがとう。でも他にお誕生日の子がいるでしょだからキティだろ。いつもニコニコしてる。んキティちゃんって口あったっけいいやつだよな。かっこいい靴を履いてる。靴いつも見守ってくれる。ハッピーバースタイ。誰だよ、このおっさん。サンリオ辻社長。え社長もキティちゃんと同じ誕生日だから。だからって出てこなくても。 しかも、自分の会社のキャラに自分をよいしょさせるとか、ふふ。そして、このアカデミー賞を取れるんじゃないのかっていうぐらい素晴らしい演技。わあみんなありがとう。キティちゃん出てくんの？最後にちょびっとだけ。うわ自分の誕生日なのに、最後ちょっとだけ。 そしてサンリオ社員 VTuber が動画の残り半分、アニバーサリーグッズの宣伝をします。P リアルさんが聞いた話だと、公式で声優の交代を発表しなかったのは、世界観を壊さないためだそうです。ゴジラ社長もう十分世界観を破壊してると思うけどね、なんかこの社長マックスムライと同じ匂いがするんですよね。自分が大好き。P リアルさんの予想だと、この50周年記念を利用して、この社長は自分をキャラクター化してグッズを発売すると思います。 ハッ。